と、ここまでが先週の講義での話ですが、では、ここでまたテキストの最初の章に戻ってみましょう。もう一度思い出してほしいのですが、最初の講義で私は皆さんに何をお見せしましたでしょうか。そうですね。では、テキストの最初の一行に目を落としてみてください。このテーマについても、やはり皆さんから様々な意見を出していただきました。例えば、目標に向かって励んでいる時とか。そのことで評価されたり、自分自身その成果を実感することができた時とか、他人とコミュニケーションしている時、協力して一つの結果を出せた時、お腹が空いた時、おいしいものを食べたとき、眠いとき、眠っているとき、目覚めたとき、恋をしているとき、失恋したとき、泣いているとき、まだまだありましたね。気持ちいいデートしてるとき。そうです。それもありました。テキスト忘れたの？呆れた。じゃあ今までどうしてたの？わかった。お初でしょ。初めて出たのね、この講義。呆れた。なんで撮ったの？興味あったからでしょ？違うの？わかった。この講義、出欠取らないし、試験ないし、レポートさえ出せば単位取れるから、そうでしょ。ビンゴー！ヨーロッパ48日間の旅プレゼント！ジョーク。はい、見せてあげる。一緒に見ようね。嬉しいなとか、もうすぐに幸せを感じてる時でしょ。ビンゴー！血の赤い色を見るとき。ジョーク、あなたと同じようなことよ。呪いの研究に没頭するとき。ジョークでしょ、ジョーク。もうノリが悪いな。
ではここで少しだけそのテーマを具体的に模索することにしてみましょうか。数々の意見の中に希望、目的、果て、夢、成果、感動など様々なキーワードが出てきましたね。それらをシンプルに総括すると、力、生きる力、それらはすべて生きようとするエネルギーである、そんな風に言い換えることができませんかね。どうですか皆さん、自分の答えをもう一度考えてみてください。あなたはどうなの？わかった。やっぱ怒りに震えて真夜中に刃物を研いでるのか。牛蜜時、人目を忍んで入った森の奥深く、死ね死ね死ね、憎い相手の名前をつぶやいて、ギネスに挑戦するんじゃないの？あ、そう。先週も少し話しましたが、では夏季休暇中のレポートの件ですね。第1回目の講義で最初にお話しした通り、これを出せば必ず蚊はあげます。あ、ほらほら、あなたのお目当ての話してるよ。そして学年末のレポートも出せば良、トータルして内容が優れていた人には言う。極めてシンプルです。何でもいいです。ここでの講義に沿った内容なら教材から発想を広げてもいいし、テキストから選んでもいい。自由に書いてください。休み明けの第1回目の講義で提出していただきます。では今日はここまで。ああ、大切なことを言い忘れてました。これを忘れたら大変です。我思うゆえに我あり、バーイデカルト。では皆さん、良い夏季休暇を。あの先生ね、あまりにもオリジナリティを発揮しすぎてるから学校側から警告受けてるらしいよ。提供で売ってるけど、でもな、あなたみたいに即席で手に入れたい人が集中してそうね。駅の近くのでっかい本屋、知ってる？もしかするとテキストが大学生活協同組合じゃ品切れかもしれないってこと。もしそうなら、千早駅の近くのでっかい本屋、あそこって品揃えがコアでレアだからあるんじゃないかな。あ、わかる？本屋っぽくない本屋なの。
待って、書いてあげる。駅はここでしょ。インターネットカフェがある方の入り口ね。でかい通りがあるじゃん。ここにスタバがあるでしょ。で、ここだよ。わかるよね。わかった。今あなた、人の説明聞きもせずにこのノート借りたいなって考えてたね。ヨーロッパ48日間の旅プレゼント。あなたも他の男たちと一緒ね。利用するだけ利用して価値がなくなったら、生ゴミでも捨てるみたいに私の元から去っていくんだわ。ジョーク。じゃあ突っ込んでよ。ものすっごい恥ずかしいじゃん。学校来る？普通さ、夏休み前じゃん。来週試験週間じゃん。でもさ、少々繰り上げて夏休み多く取れるようにする教授とかもいるわけよ。そうなのだよ。だからさ、この時期はね、講義も掲示板もこまめにチェックした方がいいよ。試験受け損なっちゃうじゃん。試験がない講義とか、もうすでに夏休みかもよ。休校とか知らずに来ちゃったらアホらしいじゃん。でもさ、ここの講義みたいに単位取得を左右する課題が出るかもよ。じゃあさ、明日適当な時間に携帯かけるから番号教えてよ。お昼くらいなら来てるよね。あら、本当。あ、しかもその隣の君は午前くんでも午後くんでもなくて正午くんでしょ。昨日と同じよ、小読み。あ、小読み先輩、しずる先輩。いかにも、ビューンリホー女子大生の小読みさんです。こんにちは。まあね。それにしても翔吾くん、暗いわね。なんて顔してんの？
どうしたの？なんだかずいぶん浮かない顔をしてるけど、何かあったの？一人暮らしなんだから、体の不調を甘く見ちゃダメよ。家族がいれば、細かい変化に気づいてくれるかもしれないけど、一人じゃそうはいかないんだから。そうよ。ところで、何してたの？真由と祥吾君は。大学生活のコツについて伝授してたの。彼、祥吾って結構ぼんやりしてるみたいだから。私たちがあれほど手取り足取り教えてあげたのに、まだ教え方が足りなかったか。うかつだったな。それは大変じゃない。じゃあ今から追加で手取り足取り課外授業しましょう。みんなで学食の方でも行ってね。あ、柔道場の方がいいかな。私だって大学生じゃないけど、やればできるよ。